本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。ご流星です。本日は、前説第2話を称して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、行きます。3、2、1、5。あの、サブ隊の快感って、thurios って、略されてて、やっとわかりました。あれは、日本語の方がわからない。おー。あー。 毎回、毎年すんじゃないですか。先輩たちなんだよなぁ。説明なかったけどい、い、短 <laughs>。うん。に、2年も短どっち ?2 年じゃ新人でしょう。うん、うん。同新人でしょ。吉本興業って今、っていうか、あれ企業名って、 吉本クリエイティブエージェンシーじゃなかったっけっていう。吉本興業の名前に戻った。えやっぱり、え、こっちがオープニングなんうん、違いますよね。前回、オープニングが、オープニングってちゃんと、紹介されてましたよね。テロップでしたっけ それとも、やっぱり本当はこっちがオープニングとか、あと会話が冒頭にあるっていうのも、意外とすごい、えー、これは多分まあ、それはわざとなんでしょうけど、変わったところ、あんまり見たことない感じの変更、毎回の、あれ何なんだろう、あの、あ,あ、マイクなのかな、うん。 38ねオープニングえオープニングえ <laughs> ちょっと待ってえまあいいやこれ後で確認しましょうちょっとね他にも確認したいことあるんですよああネタそうネタ監修とかねこの辺なんですよねまあじゃあそれはえー、どういうことだーまあでもはい私これ好きなんで早く発売してほしいんですよねめっちゃいいわー 多分、この、まあ、それはどの作品のキャストさんの組み合わせでもそうかもしれないですけど、この顔ぶれ二度と集まんないだろうしな。うん。そゃそうなんじゃないの当たり前。おー、えー、今どこ <laughs> でも、毎回しつこくやるんでしょ、それは。そのぐらいしつこくないと話にならないでしょ、まず。 芸人さんなんて、うん、うんうんうんしんじゅねえ15年ですよ。やっぱ新人ってあんたら出ないのどっちか出ないのうんもしかしてしかしあっ JK クールああいや全でも だいぶ、もう、強いらしいね。強いらしいですね。JK クールって相当。よし、行こう。いや、なんで出ちゃいけないのよ。失うものは何もないんだぞ。お金ぐらい。<laughs> いくらかかるのか知らないけど。うん、うん、うん、うーん。まったくでございますね。芸人としてはね。<laughs> なんじゃあの反応。そうしましょう。ぜひなりましょう。早く人間になりたいでしょ。皆さん。人間になりたくない奴いるかいや、出ればいいんですよ、とりあえず。間違いないですよ。意義もあるし、経験もあるし、オリンピック以外にもありますよ。参加するだけ,るだけでも。一回戦うちのおだっていいんだよ。一回戦落ちするかどうかを試すだけでも価値がある。<laughs> 結構ひどいこと言いますよね。なゆたさんは。うん。荒谷凛さんと麻生木那由他さん。いや、そうだよ。うん。とにかく何でもいいから、出れるもん全部に出ときゃいいんだよ。ほんなもう、まだ何にも決まってない芸人としてのキャリア。何も積み上げてないんだから。うん。 いくらぐらいするんですか。あありがとうございます、リハーすそんな渡りに船の話あるよ。あえ、ありがとうございます。本当にありがとう。本当にありがとうございます。おマジか。え、ちょっと、店長。これ、多分実在するお店で、店長さん、声はご本人じゃないかもしれないけど、え、それ、ポスターフライヤーそれ、フライヤー,それフライヤー いや、もう、あ、フォト、R トツのフォト。自分たちの写真。おおうん。変わらしい。こっち、あ、そっか。前回は床なさだったから、今回は、R デコの、R トツじゃない、R デコ。まあ。うん。結成の誕生秘話が語られるのか。 うん。なるほど。その時にね。同じクラスだったのね。へえ。ー。そばこの、運命の、あの時視線を交わしたのが運命だったのか。いや、か声かけ、<laughs> 絶対かけるでしょ、声。そりゃそうでしょうね。いや、漫才に手を挙げたの。うん。だいぶまっすぐ上げたよ。はいっ,っうん。 この作品ってね、珍しいことに、キャラクター紹介ないっすよね。この子は何々ちゃん、何々な何々な子なのみたいな、とかなかったりとか、まあ、わざとらしいと思われたのか。うん。うん。うわあすっごい和む。なんという心温まる話なんだ。色合いも若干落としてあってね、昔話風にしてあるっていうね、うん。しっかりとるわ、五久さん。うん。 うん。いやーこれが、よりすぐり漫才。それ、私ねー、詳しくないんですよね。元ネタあんのかなーこれ。どのスタイルしゃん、うん、喋るか、そっか。うん、うん、うん。そういえば、あのー、常夏って、 真冬がツッコミですかなぜそれにしたんですかその、あこので、このデコの理由。はは、私とおなじみ間違い。でも、あそのデコなんだ、やっぱり。へえ。デコ言われ。でコです。デコじゃないの、それ。R は何なのよくは R15 とか。あ、それは伏せとくんだな。あとでのお楽しみなんだな。 うんやっぱ真剣っすね前回常夏の2人が主軸だったんで今回は R とつの <laughs> 今後わざと間違えてく人いそうだなでもあのデコととつのくだりとか字幕ねまあ字幕はねやっぱりやっぱりファニメーションでファニメーションさんでいつものファニメーションさんのあの堅いね堅実な うん、手堅い字幕でしたね。40年弱。お子様アランジじゃうん。え悲しいですけどね。まあ、そっか、それ心配しなきゃいけないか。逆に、その、そう、希望者入りきれるかどうかの方の心配が出てこないんだ。足りるかどうかの心配しかされないのか。うん、うん 大変だなぁ。長丁場だなぁ。男爵亭っていう。ふ <laughs> ん。改革あ、でも、すごくよくできてんじゃん。フライヤー。えうん。うん。400円。まあ、そう、いいじゃ、いいじゃないですか。<laughs> すごい、食い気味の。ふん、ブエーって。 やっぱちょっと、サターニャさん思い出してる人多かったですけど、まあ、そう。これこそ本当に大空さんの醍醐味、真骨頂。ドセンターですよね。大空さんのドセンターだな。この声。うんうん。見てもらうの見てくれるかな忙しいんじゃないですか向こうは向こうでネタはさんだろうし。わかんないけど。見てくれたらいいですけどね。ただ、あの、フリークの二人ね。 どのぐらい今、板踏まれてるんだろうえ今本気くあ,あ、違うな。よかった。ここまで来てどう思うおあ出るんだ。よかったよかった。うん。なんでおう。怖いんか迷ってんのかおう。リンが先に、ぶっこんでいくのか あ,あ、へえ。ね NSC ってさ、わかる。説明いらないのか常識かうん。お笑い学校っすよね。養成所だんか。NSC にか。NSC って今も NSC なんだ。へえ。あー、なるほど。うん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 。わかったわかった。なあ、なるほどなるほど。へえ。 へえ。いやー、でも本当に、うん。結成した時から、うん。もう言い方が本気ですもんね。r で c o 結成っていうね。まあコンビ間でもね、すごい温度差ありますもんね。いちいちね、何につけてもね。まあそんなこと普通、うーん。情熱、売れっ子のコンビでも、 未だにお笑いの世界お笑い芸人としてやったんでっていうのは片っぽでっていうコンビの方いらっしゃいますしねうん、全然あり得るうんなんかすっごい好きだなこの2人の関係とか昔の話とか出会ってから結成するまでの話なんでだろううん うーん可わらしい話だし中むずまじい中むつまじくて微笑ましくもあるし感動的ですらあるうんうんちょっとやっぱりゆり要素ありかな前回ですでに言われててねあの男夏の2人が手重ねてるだけでゆり漫才コンビみたいなことをまあまたね そこだけ取り上げるんですかっていう方いらっしゃいますけどどうでしょうおそうよかった <laughs> 先輩買ってくださいます <laughs> まあね小枯辛しただでうんえ10枚って大変なのいやでもあなたの物差しの方がああ オタだから兄おオタだからふん <laughs> やっぱりお笑いやられてる方でもアフレコは大変なんだろうなっていうねうんやっぱ漫才とは勝手が違うんだろうなああまあでもねうんうんうん面白い、うん、芸人さんが本当に声優に挑戦したらどうなるかっていうねいいロールモデルですよね まあこういう機会今後どれだけあるかわかんないですけどこの先本当にねまあねあの評判とかいろいろあるんですけどまあ詳しくはね後でお話しますけどいろいろ面白いわ本当にまあ壮大な実験になるんだろうなと思ってたところも含めてまあ本当にそうなった部分もあったりしつつ完全に女子楽ですけど あれはやっぱ女子楽っていうことに気づいてほしいというネタなのかまさか無意識にはやらないだろうからなマリーさんはさくらさんでしたよねだから割とそのうんお声のそういえばキャラクターに通ってらっしゃいますよねさくらさんと大空さんだったらだからそれでかなまあ髪の色一緒だし一番似てるからなのかなわかんないですけど まあでも本当に本もいろいろと面白いことがたくさんありますこの作品の周りがああわざとじゃなかったんだ <laughs> あそれ面白いと思ったけどなボケだったら本当にボケだったらうん、えー、面白い今のちょっとひとくだりだけど 冷めた雨つきで流されてしまったけど、ユイなんすよ、三ツ星カラーズの、完全にそう、前回のリアクション動画と一緒に拝見するとき、あ、そうなんだ。前、まあ、2回目でもう気づきましたね、ユイじゃんっていうね、高田裕樹さんね。輪ゴム何それ あ、そうなんだだだなななんんんろろう、うどんなネタなんだろう本当に詳しくないのがはいいやー始まったな快感ってそれ r のことらしいんすね多分やっぱり板を踏んで笑いを取ったら痺れるほどの快感を覚えるんだろううんはいちゃんとやっとねえなんでだからあえてなんでしょう ひまわりなんでしょうねうんうん滑るあー常夏ねまあ真逆っていうのも面白いですしねひねりとしてねうんすごい流れ円滑だな全然いけるけどなうんうんああうん うん <laughs> さあどうだったっすかああよかったよかった受けてる受けてる結構受けてるぞうんお客さんがあったかいのかなあん R は何なんだろうそれ言われんのかなマイクロフォンねサムネの時点で気になってたんですけど <laughs> マイクロフォンねマイクロフォンねえ38じゃないのは何か理由があるんですかねやっぱこういう時は38じゃないのかそれともわざわざそれだけのために38を用意する余裕はないというリアリティなんだろうか <laughs> 金額の半発さが気になるうんお願いしますはいなんていい花 <laughs> なんていい話なんだでもなんでハワイなんだろう別にそこ細かいですか気にするとこじゃないですかああ <laughs> なるほどなるほどはいうんあそうですかじゃあそっちお願いしますはいお願いしますぜひお願いしますどんななんだろう楽しみだな <laughs> うん <laughs> してたら強盗に来ねえよっていうね話なんでしょうねうんうーんおおんだそれうんはいなんだろうどんなアイディアがはいなんだぴったりじゃないかうん <laughs> うーんそうなんですよねはいはいはい あうんいやいつ行くんでしょうかねっていうねうん <laughs> まあでもありえんじゃないその積み立ての話に誰も誰もというかそこ続けんですかっていう流れで落ちるというね <laughs> 完全に女子楽ですけどね <laughs> 完全に女子楽 うん、ちゃんとネタやるんだなまあそらそうなんだろうけどわざわざネタ出しの方とか監修の方とかいらっしゃるんだから大変だすよこれは2話からさそっかうんうん<笑><笑>うんうんなるほどね漫才をちゃんと一下くだり まるやるとは思わなかったのも意外だったけど大喜利形式でそれで選んでたんだろうけど和服を選んでる場面もちゃんと出てくるっていうねで大喜利かうんこの和風めっちゃ可愛いいなうーん <laughs> あの<ー笑>なるほど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 いいなこれは <laughs> What's this? はあ、はははなるほど、なるほど。うん、これはね、世相反映してますね。うんこれは関心だな。大変だったでしょうね、ネタだしね。結構がっつりありましたよ。うん。その勇気に、 乾杯ですわ。脱帽ですわ、これは。うん。多分前は、前はやらないとしても相当大変だ。うん。どこですか、細かいところ教えてください、お願いします。そうなんですよね。いやー、偉いぞ。<laughs> 今まで決めてなかったの。真冬が決めてないって意外だったな。うん。出るだけ出たらいいじゃない。 なんか出たらうんおう一瞬ライバルいいっすねーお声うーんああいう声が芸人さんだと武器にもなるでしょうしね素晴らしいですねうんあったかったゲラというほどでもないけど口開げて来られてるお客さんばっかりだとそれはそれでね 物差しにならなくて。<laughs> 誰が買ってくれんですか、これ。私、真冬の欲しいです。1枚ぐらいやったら。あと、リンさんのも欲しい。うん。訴えるぞ、ですか。あっ、そう、可愛いのをご所ょもか。ちょっと意外だったな。そうなんですよ。いや、でも。 それはリンさんが本当にまっすぐで一途でかっこいい素敵なんですけど実はアイドル要素でちょっとね下駄吐いてる方もいらっしゃいますしねまあ別にわざわざご指摘は申し上げませんけどえ嘘店長なんて優しいんだ本当にお笑い芸人を愛して応援してくださってる店長さんなんですねまあお笑いの これちょいえいかがわしい何いかがわしいってこれえこれ,これが今度こそ本当にエンディングなのああそれでなるほどツヤっぽい声で出して歌われてるってことなんでしょうねうーんなるほどこれ全くここまで情報解禁されてなかったのは <laughs>。 解禁されてて私が見てないだけかもしれませんけどまあわざとかな意外性をうんここでちょっと一泡吹かして <laughs> そこまで行くかわかんないですけどあらかわいらしいうん絵柄安定してるのとあのあのブラはどういうまあある塗り方ではあるけど あんまり使われないですよね。まあめんどくさいだけだし、そんなに、あれ、汚くなりやすいんですよね。色が溶け合うんで、赤い糸、え、なんで手にか、めっちゃ熱、うんうん、わかんない。まあこれもなんかそのうちわかんのかな、ツッコミ <laughs>、ツッコミを高速でやりすぎて、発熱してるっていうことなんだろうか、黄金の灼熱のツッコミの左手なのか、灼熱ツッコミの左手なのか。 三なんだあそこで立つ指で砲ぽまあでもそれいいまあでもいつでもいいいつでもいいしいくらでもやったっていいんだなうーんわかんないこれの正解何なん,何なんだろうなまるまる一くだり入れ替えたりとかねまあでもすごい真剣でねなゆたさんも真剣さではもうほとんどお互い100% 全力だなぁ目標か。まあとりあえず新人王ですか分かんないですけどまあでも本当に大したもんですわこの作品全然逃げてないっすねその大変なのはまあ作り手の側の皆さんこそが誰よりもご存知でしょうし予想もされてたでしょうしやられてみて実際大変でしょうけどその受け手の側でもある程度分かる人はねその辺 気になる人はこれ大変だぞと思ってるんですけど誰がやっても大変だよねみたいな方向に逃げないっていうね大変なんだけどやりきるんだと見てもらう作品の中でネタをこの辺は大した度胸だしそれをやってもらえることでまあネタ自体がね難しいですしねただの漫才でやるより受けにくいでしょうけどそれでもやられてて本当にねいろんな意味で参考になるし興味深いことがたくさんあって面白かったで まあ結構本当に深いお笑いのまあそのねジャパニーズコメディってねジャパニーズコメディという言葉では何の説明にもなってないぐらいお笑いという漫才という独特のものなんだっていうことをまあねこの後ご紹介するディスカッションとかでも解説されてる方がいらっしゃったんですけどそういう方が解説必要だなこれ俺が言わないといけないなって思われるぐらい本当に独特だし漫才お笑い 日本のお笑いに焦点を当てた作品です。その世界の話です。っていう時点で、相当ガラパゴルので、まあ、この後ね、そう、ご紹介しますけど、評判悪いっすね。ここまで明白に評判悪い作品って、久々何があったっけっていうぐらい。もしかしたら私がこうやってリアクションで拝見していってる作品の中で、過去最低の評価なり点数なりに終わる作品かもしれないですけど、まあでも、ニュアもね、うーん、面白かった。 たお笑いに関して半端に知識があるぐらいのちょうどいいこれはね堤防の時の釣りとね似たような感覚ありますけど半端に知ってるもんだから知ってることが出てくればあああれねってねでそれを掴んどいて別の知らないものを捕まえやすくなる理解しやすくなるその知らないものに対する理解への橋渡しになってくれるんですごくね面白いで芸人さんに ありそうな話だったら、うわ、そういうことはありそうだなっていうね、面白さありますし、聞いたことのあるあるある話だったら、あるあるっていうね、本当にあるあるネタの宝庫ですね、この作品は。芸人さんあるあるが大量に出てくるんでしょうね。でも今回もすごいなんか、スムーズでしたね。お店の一角を借りて、舞台か。いいっすね。いい話だったわ。それもいい話だったし、R デコの、え、ちょっと待って、R なんだったのそのうちわかるか。2回目、3回目の主張でわかるかな。まあ、2回、3回で、あのね、そう。 リアクションと一緒にねね見返すすんですけどっていう、ね、さて、やっぱりオープニングは、ほら、<laughs> ほらって <laughs>、知らんよって話かもしんないですけど、オープニングテーマ、サインってあるんですよ、前回のエアバンドのところでは。そうなんだ、へえっていうね。だから、今、前回のね、テロップを確認してるんですよ、エンディングのところの。うん、どこだろう。<laughs> この後じゃないな。あともう一個、オープニングエンディングに関してはね、ちょっとおおっていうことがありました。あ、エンディングテーマ、ピッピッピッハッピーになってますね。すごい、これは。珍しい。 エンディング、オープニングって曲の属性の中に含まれてて固定してて変えられないっていうことが普通ですよね。そうじゃない、この前説のオープニング、エンディングの方が珍しいですわ。エンディングとかが入れ替わることあるんだっていうね、別の曲に。曲につけられた、その、肩書きじゃないですけど、属性、エンディングテーマのピッピーピ h ッハッピーですっていうのが変わることがあるっていうね。へぇー。これだってね、あのー、 曲買い、私買いたいんですけど、もうすでにね。ただ今回拝見する限り、今回出てきたオープニングも良かったな。買いたいんですけど、大体検索の時に、前説オープニングとか、前説 ED とかで検索して、曲名分かって、で、あれか、つって買うじゃないですか。まあだから、そういう時の混乱をわざわざ生み出さないように、普通はその属性って変わらないんでしょうけど、ずっと固定で、いや、変えられません、当たり前でしょっていうね、ことになってるんでしょうけど、この作品だと変わるんだ。ただ、1話限定で、 サインがオープニング、ピッピッピッハッピーがエンディング。で、2話以降はもうずっとピッピッピッハッピーがオープニングでっていうね、ことかもしれませんね。で、いかがわしいがエンディング。ここから固定なのかな。うん。まあよくある演出では、演出うん。1話にはオープニングがなくて、エンディングでオープニングをやって、まあだからそれ、そのスタイルではあるんですけど、わざわざテロップに出すときに変えるっていうのはな、珍しいな。それとも私の見分が浅い、狭いだけで、よくあるんだろうか。 あそこの曲のの曲書きまででが変わるというはんですねうんちょっとびっくりしたな、これ。まあそんな感じで気になるところ確認したところで、えー、リアクションディスカッションですけどね、えーと、秘宝は前回でお話し,しましたよね、スタントさんやられてんのはよかったんですけど、まあ、もうタイトルにね、ドロップって書いてあって、うわー、一話切り、<laughs> 一話切りとか見ないぞっていうね、あんまりね。で、まあ、だけど一応拝見したんですよ、貴重な前説のり <laughs> 貴重さで見るっていうね、その時点ですでにだいぶ悲しいけど、拝見したんですけど、まあ、ところどころ本当に楽しまれてるところもありましたけど、あ、微妙ってね、あ、確かに確かに、これはドロップに行くわっていう感じで、まあ残念でしたけど、まあおっしゃってたのは、これは本当に日本人向けで、相当ロストイントランスレーションが大量発生してて、ウェスタナールに関してはあまりわかりやすいもんじゃないんだと、俺にはわかんないけど、その辺わかる人は楽しめるかなっていうね。 感じでおっっしゃってましたと。まあ残念ですけどね。まあそれはね、残念でしたねっていうね。合わない作品ありますよねっていうだけの話なんですけど、またコメント欄にひどいこと書かれてるんですよね。俺もすぐ落としたわとか、俺なんて見ないで切ったねとかね。そんな、もうドロップされた作品に追い打ちをかけるようなことを、まあ残念だけどしょうがないですね。分かりにくすぎるんですよね、この作品はね。なんですけど、その分かりにくさがっていうね、ことも含めて、楽しまれてる方はいらっしゃいました。 あと、まあ、スタントさん以外なんで、リアクションされてるのは、アニメ・ケーブマンさんと、ランダム・ランボ・プロダクションさんと、まあ、で、これは何回か申し上げてますけど、まあ、アニメ・ケーブマンさんはね、あれだけ大量に一シーズンにご覧になるんで、一個一個の作品に対する掘り下げはそんな深くまでいけないでしょうけど、まあ、とりあえず楽しく、楽しさを生み出してご覧になってるのは、良かったですね、という感じなんですけど、まあ、やっぱりね、ここはおいでいただいて、進化を本領発揮されてたのは、やっぱりランダム・ランボ・プロダクションさんですね。 あの辺の、まあお詳しいし、すごく勘が鋭いし、やっぱアニメに慣れてらっしゃるんで、その辺の捉えられる能力も高いんですけど、自分たちではわからないネタはわからないなりに置いておくっていうね、さすがのいつもの。うん。背伸びもしないし、楽しめるところを目いっぱい楽しんでいかれると。で、本当にこのまま、日本での芸人デビューから芸人としての活躍まで描いていくのかなってことをね、おっしゃってたりとか、あと、 途中でね、平野先生の声優さん気にされてて調べようとされてたんですけど、別の方向に話が行って、で、そのまま終わっちゃったんで、私コメントでね、まあ誰かおっしゃられてるかなと思ったんですけど、言及なかったんで、やっぱりアニメリアクションが好きでアニメリアクションのチャンネルに来られてる方はも、前説全然お気に召してない方ばっかりみたいなんですかね。スタントさんのとこにも先ほど申し上げたようなコメントありましたし、ランダムランバープロダクションさんの 前説リアクションの動画なのに、他の作品のあれ見てくれ、これ見てくれのコメントしかなくて、前説の中身に全然触れてないっていうね、さっさと他のに言ってくれみたいな、こんなの取り上げなくていいって思われてんだろうなーっていうのが、にじみ出てくるコメントばっかりでしたね。で、その中で私ね、平野先生の声優さんは平野亜さんですと、ということは申し上げておいたんですけど、さて、ご覧いただけたでしょうかっていう感じでございます。で、オープニングエンディングで、ちょっとね、いい曲ですねとか、入れ替えるなんて変わってるなーっていうね、以外にももう一個あって、 珍しい。一時期、戦隊フィルムワークさんがだいぶ頑張って前に出ようとされてた時に、オープニングエンディングに歌詞の字幕がついてたことがあって、で、1、2、3話はなくて、4話ぐらいから歌詞つき始めて、それが、ローマ字字幕と、イングリッシュ字幕交互に出てたりして、へぇ、変わってるし、すごい頑張られてんなっていうね。だって、後で英訳詞、公式のが出たら、それと食い違ったりすることありますから、そういうことがあるかもしれないという。 懸念を見越した上で、でもやっぱり訳して内容を伝えようとされるっていうね、変わったところに力入れられると。あんまりそれまで脚光を浴びなかったオープニングエンディングの意味、字幕をつけないのが当たり前みたいな、そんなこと検討もされてないのが当たり前だったアニメ界にね、一時期ちょっと面白いことあったんですけど、それ以来、久々のファニメーションさんがオープニングエンディングに歌詞つけるっていうね、これは提供あったんですかね、作り手の角川さんか、制作のどっかの段階での方か。 わかんないですけど、珍しく字幕がついているということがありました。で、その本編内の字幕なんですけど、先ほどもちょっと申し上げましたし、ファニメーションさん最近すごいですね、ほとんどやられてんじゃないかっていう。クランチョロさんどうしたんだっていうね。まあ、多分今が俺の投資時期なんだということを、ものすごく強く意識されてて、今こそ出ていかなくてはっていうね、もうだから全力なんでしょうね。全力で経営なんでしょう、今、ファニメーションさんは。で、そのファニメーションさんが手広くやられるようになって、というか、セーズナルアニメのほとんど、 割を手掛けられてんじゃなないかなっていうぐらいにの状況になって以来、やっぱりね、字幕はやっぱ、クランチョロさんの字幕ってすごかったんだなっていうね、やっぱり配信会社の方か、配信会社と実行のどこかの会社さんが字幕って作られてて、配信会社さんが変わると、字幕ってあんなにガラッと変わるもんっていう、そうなんだ、やっぱ会社さんによって変わるんだっていうね、ことがあったんですよ。で、それ以来の、やっぱりファニメーションさんのね、 もっと、まあしつこいですけど、お堅い内容のね、真面目な、あんまりそのひねった、直訳したってほぼ問題ないような作品だったらね、すごく合うんでしょうけどね。合う番組にはすごく合うんでしょうけど、コメディー、特に前説ぐらいになるとね、うーん、これは水と油でしたけどね。まあでも、うん、別に翻訳の質が低いわけじゃないですからね、語訳が多いとか、抜けてるとかが多いんじゃなくて、ただ、うん、これまでとは全然勝手の違う作品なんでしょうね。 みんなが慣れてて求めてるあの感じにはまだ、ほど遠いし、まだって言いましたけど、いつかそうなるかわかんないです。今そっちに向かってるかな。もうあれで完成形になっちゃってるって感じかもしれませんね。まあでもそんな感じですね。字幕全般に関して言うと。ただ、字幕全般に関して言ったところで誰か興味ありますかねわかりませんけどね。まあ私的にはめっちゃ面白い部分なんですけどね。アニメを拝見して海外の反応を見るときにね。で、先ほど本編内でも申し上げました。これも。妹、小枯らし真夏ね。 まさに常夏な真夏なんですけど、もうリアクション動画と一緒に2回目拝見した時にもう分かりましたね。完全にユイじゃんっていうね。でも久々だわ高田由紀さんのあの結衣系のお芝居ね。まあエルマとかね分かる分かるっていう知ってれば分かるっていうねエルマでしたけどうん。なんですよ。だからもう途中からねあの、リアクション動画と一緒に拝見する時はやっぱり画面見ないで音声で皆さんの反応とか語られてんのを 拝聴することが多いんで、なんんででですけど回回目3回目ははもうう完全に頭に頭浮かんでくるのはっていうねであと、ディスカッションですね。あ、その前に一個。あのね、メディアさんで一個、まさかあのー、まあこれは広告依頼があったのかもしれないですけど、前説の特集記事を組まれてるオタク USA マガジンさんの <laughs> RSS でザーッと流して見てたら、急にこの見覚えのある前説の みんなが現れて何だろうと思ったら、なんでここにこの人だがと思って拝見したら、オタク USA マガジンさんのまさかの前説特集の記事でございました。まあいろいろ書かれてね、おすすめされてるのは大変ありがたいんですけど、これ、前説 is here for you, ラッキースターファン u っていうね、ちょっとやめてよっていう <laughs>、なんだけど、まあでもね、これは一番広くいろんな人に訴えられるコピーですよね。まあしょうがないですよね。 ただ、ラッキースタファンに向けて、おすすめのアニメでを、みたいに宣伝された前説を、実際にラッキースタファンがご覧になってどう思われるかは、ちょっと想像するの怖いものありますけどね。まあ、でも、うん。よかったっすわ。この特集記事自体が存在したのはよかったっすわ。どこも取り上げてなかったら悲しすぎますからね。えー、まあ、いろいろね、特徴的なところを紹介されてるんですけど、前説の世界にはラッキースタが存在するとかね。まあ、やっぱりラッキースタファンに訴えるということで、もう、一箇所、彼らの先生は、 間違いなく見覚えがあるというね、平野先生のことを取り上げてるくだりとかね、ありますけど、まあどうでしょうね、これご覧になって、まあ確かにその、ラッキースタファンに向かって唯一刺さりそうなネタを取り上げてくださって、ラッキースタファンに刺さるんですけど、さあどうでしょうね、わかりませんね。まあでも <laughs>、悲観的すぎんだろうってう話かもしれないですけど、全体のそのね、この記事をご覧になって、で、本編ご覧になった方の1%ぐらいでも、 留まっててくれていたら、まあ、成功かなという感じですけどただこのね記者さんの書き間違いなのかそもそもあんまりラキスターはご存じないのかコナタの名前をコナって書かれてて、うん、でもコナタってあんだけ有名人なのに結構名前の間違いを見ますねなぜなんだろうコタナとかいう間違いされている方もいらっしゃいましたね漢字のそのラキスターを武器に撃たれた宣伝記事なんでしょうっていうねいう記事なんですけど まさかのコナタの名前を間違えてるっていうね。ああっていう。思ってたらコメントなんで、彼女の名前はコナタ。泉コナタ。最後の一音説が大事なんですよ、皆さん。というね、ことを書かれてるコメントがありましたけど、この間見た時まだ修正されてなかったんで、もうアップしたら修正できないのか、それともコメントご覧になってないかわかりませんけど。というね、記事さん、メディアさんの動きが一個ありましたと。珍しいですね。意外でしたわ。 ランキングとかでは探したくないですね、前節。うん。ありますけどね、今期のランキング。やっぱ20位までに入ってなかったし、よくこのディスカッションでも言われてる日本人向けなんだろうっていうね、その向けられてる日本人の中でも20位以内に入ってませんでしたね。まあ、デイアニメストアのランキングではですけど、今のところはですけどね。わかんないです。この後一気に売れるかもしれん。日本向かったですからね。うん。すっごい好き。あのー、実はそんなに昔話とか、描かれなかった前回で。 トコナツですけけど、どまあ、声の要素相当大きいででしょうけどね。でも、常夏も好きですけど、今回ちゃんと、まあ、一組ずつね、お堂番会なんでしょうけど、R とつのお二人も良かったっすね。特にまあ、ずっと出ずっぱりだから当たり前かもしれないですけど、りんさん好きだな。なんかりんのあの、心雑誌とか、なゆたに対する態度とか、あの二人の関係とかいいっすね。うわ、あるよなっていうね。で、そうだよなっていう。 コンビだから必ずしも同じものが動機になってないし、そのお笑いに対する姿勢も違うし、熱意が向いてるものも違うでしょうしね。で、あとですね、前説はですね、コメントめっちゃ少なくて、ただ前回のディスカッションはやっぱ1話が明けてだとね、コメント増えがち、当然ですけど、1話のコメントは多くなりがちなんですけど、まあやっぱり2話以降はね、ガクンと落ちてましたけど、ちょっとね、おーということがありました。あと貴重な前説の話題なんで、見つけたらね、 なるべく拝見するようにしてるんですけど、一個面白いコメントがありまして、前節オープニングアークト PV3 っていうスレが立ってまして、第三弾のトレーラーが出た時の記事ですね。で、コメント少なかったんですけど、四つ。一 <laughs> 個面白いのがありました。声の出演がある初の PV。見るのが待ち遠しいよ。字幕をつける担当の人にはだいぶ気の毒だけどっていうことをおっしゃってる方がいらっしゃって、そうっすねっていうね。この目のつけどころ、私と同じところを見ている。 いいうねね、うん、こんんんなな人いるんです、ね、変わってんなぁただやっぱ字幕見た感じだとちゃんとした決まり通りあのー、字幕の作成方針すごい隅々までかつ厳密に結構はみ出せないルールになってるみたいな印象ですけどねっていうねここはこうするこういう時はこうするみたいなことがあこれだいぶ型ができてんなっていうね字幕だったんですけどなんでそんなに頭抱えて悩ますみたいなあのー クランチョロさん系の時の字幕拝見すると、これ完全に能力以上のことをやろうとしすぎて、この人字幕付けしするんじゃないかっていうね、恐ろしい労力のかかった字幕もありましたし、そうするとね、役者さんの技量にすごい依存するんで、質はバラバラになったりするんで、まあそういうのが嫌なんでしょう。そういうのを嫌消してのファニメーションさんのあの字幕なんじゃないかなっていう感じですけど、まあただね、そういう人間の能力の限界まで引き出す翻訳のされ方をされていることがあるクランチョロさんスタイルの字幕の時は、 歴史に残るような名役とか、歴史に残るような幸運に恵まれた、助けられた役、ギリギリで命拾いした役とかがね、あってね、すごく面白いんですけどね。なんで、この人が心配されてるほど、苦労してるかわかんないですね。そんなでもないかも、ほぼ機械的に。<laughs> それ言ったらね、その、アニメーションさん系の字幕付けされてる方の、そのお仕事に対して、どんな居草だっていうね、響きありますけど、まあ、要はルールがしっかり決まっててなんで、その、ご本人の個人的な、 趣味とか知識とか技量で悩むっていうことはあんまりなさそうな感じでしたけど、感じですけどね。全部感じですね。感じでしたけどね。わかんないですね。まあ大体もうこのまま行かれるんでしょうっていう感じです。字幕に関しては。えー、さてですね、本編ご覧になっての感想です。いろんな方がね、すごいですよね。こんなに幅のあるスレってあんまりないな。まずこの、こういう人多いんじゃないかなっていうご意見ですね。 5分でほぼ諦める腹積もりができていた。最後の望みはアイドル作品であることだけだった。とはいえ粘ってよかったと思う。エアバンドとかいうのが終わって以降からは作品の醍醐味に入っていけて楽しめるものだったと思う。確かに今までに作られてきたアニメの中で最高とは言えないが、私は自身これを楽しんでいることがわかるというね、だいぶ分水嶺の上に立たれたコメントですよね。投げそうになって最後はまあせめてアイドルものだったりしたらいいんだけどなぐらいに思ってたらまあ面白いところがあって、 最高じゃないけど、楽しいところもあって、みたいな。うん。だいぶ、矢印塀なコメントですね。かえってバランスして離脱されないかもしれないですけどね。そうするとね。あとですね、まあずっと冒頭から続いてたやりとりが一個ありまして、声の演技がひどい、合ってないっていうコメントがあって、で、どこがよ、みたいなコメントの返しがあって、ここで結構ね、どこがひどい、そこがひどいとか、ひどいという人は結構かくないにひどいっていう主張を繰り返されてましたし、 私とかは1ミリもひどいと思わなかったというかむしろまあ2話まで見て特にそうなんですけどみんないいなやっぱりあのメンツはすごいっすよねっていうね感じだったんですごい意外な意見だったしまあ反論されてる方の主張にはいちいちガテンガテンという感じの流れがあったんですよねまあその流れに対する返信も含まれてるんで冒頭だけちょっと違いますけどあとは作品のことに関するコメントが書かれてまして私はこれはかなり面白くおかしくも思った。 そして君らが言う会話の場面において声の演技が悪いという話では、何がどうだというのかさっぱりわからない。うん。結局わかんなかったです。私も拝見しましたけど。コメントね。真冬の VA は見た目上はちょっとどうしようもないモノマネをしてしまっていたとしても、明らかに彼女の内なる小なたに憑依させている。うん。面白い言いましたな。し、他の部分は最悪のでもただ凡庸というに過ぎない。さらに、他の一組の方がより楽しく見える場合でも、 主役コンビ間の迅速な遠い側明と絡みが非常に良かった。各もラッキースタにつながりの多い作り手であることから、私が最初に予想したよりも、確かに軽いドラマで味付けされた SOL、スライス・オブ・ライフの方に傾いているが、私は絶対に乗らせてもらう。新鮮な形で過去10年を思い起こさせるような、あのキャラクターデザインにも惚れたねと。13年前のラッキースタのことを思い出されているのか、吉水かがみさんつながりということで、か、まあ全体的にその、ここ10年ぐらいずっと流行ってる。 主役を張ってきまあやっぱり吉水さんの絵柄には独特の味付けあって、これは前説のね、キー美を拝見した瞬間に、まあそれは吉水さんが描かれてるから当たり前なんですけど、やっぱりあの方ってすごい特徴のある絵柄なんですね。PV も先行のちらっとした噂程度の段階ですでにあのイラストを1枚へ拝見した瞬間に、あ、これ吉水さんだって分かりました。むしろ京アニの ラキスタン時の方が原作の吉水さんの絵柄からはかなりかけ離れてましたよね。京アニ、京アニファイされてましたよね。だいぶ。それが前説では結構、土直球の吉水さんのままっていう感じの絵柄ですね。そのキャラデザインにも触れられている方がいらっしゃいましたと。えー、あとですね、なんと、レオン・ケブラさんがですね、来られてました。これは、この方が来たらもう安心ですよっていうね、それは言い過ぎかもしれないですけど。いや、でも、まさかね、私も前期の堤防、違うか。 全々期の波を聞いてくれで、あ、スティッチズの人ってね、認識するようになって、堤防で、その人はレオン・ケブラーさんだと、いうことを完全に覚えたレオン・ケブラーさんなんですけど、いや、よかった。前説に、この方いらっしゃってくれるとは、すごい心強い。もう本当に心細くてね、リアクションでもスタントさんが落とされていって、点数はボロクソだし、コメントでもひどいことを書かれるし、あんなの見なくていいよとかね、もっとこ見てる <laughs>、見てる人に対してもっとこっちを見ろとかね。 このメカさんばかりのコメントを書かれてたりとか、ああ、と思ってたんですけど、まあ、レオン・ケブラさんがいらっしゃったんで、まあ、少なくともすごい、少数生でいくぞというね、感じでございますよ。心強いですよ、本当に。で、スティッチーズね。うん。JK クールと平野先生のを、一個ずつ、二つ作られてますね。えー、大空直美、桐キリハ、サターニャ、うザき、<laughs> すげえな、この人。<laughs> まあ、私もね、このキャラ全員わかるっていうね。ただ、宇崎ちゃんさんがね、大空さんっていうのはびっくりしてね。 前に調べた時でも、うん、そうなんですよね。この3人は確かにね。プレイリードッグとかね。あと、そう、あのね、宇崎ちゃんさんの声だということで、ランダムランボプロダクションさんの皆さんは、やっぱりすぐ気づかれてたのと、あと、ガルパンにも出られてるらしいんで、<laughs> まあね、これはエクスクリーグさんがね、なんでもギャル、<laughs> お前なんでもガルパンのキャラで説明するなってね、言われてましたけど、まあまさにその通りなんですけど、っていうことはありましたね。大空直美でやる漫才デュオの c g d ティ、そう来なくっちゃっていうね。うん。 このの人は漫才にも強いいいかかっていうね弱点ないんかでも特に漫才がうまいことを英語に訳されないだろうということもあって私は今からこれが番人受けするようにはならないと言える私はこの回の声優ネタを好んではいるけど声優に精通していない人みんなにとってはもう頭上をかすめ飛んでいってるんじゃないかなでしょうねあのよくウシっ,っていうねやつですねじゃあ真冬は泉こなたが真似しているしんちゃんの駅のアナウンスの真似を真似しているんだよねっていうね <laughs> 参考までにこちらが。 こなたがしんちゃんのモノマネをしているところうーんすごいこの人は。どんだけいろんな情報をアーカイブしてんだ。でまあそう、あれをね、どう見るか、あれがどう見えるかなんですよね。まあそれ自体は本当にひどいんだが、それがその面白さを理解できた人を楽しませるものにするんだねっていうね、そう。あのひどいというか、ずっこうのどんずべりの細かすぎて伝わらないよみたいな、あの空気にあるあるってなったりとか。 大惨事になってしまったなみたいなおかしさを感じられる人がより面白く感じるのはその入れ方とかモノマネ自体がひどいときより強調されますんでさすがですよこの作品は海外でよき理解者を得ましたねそこまで完全に把握されているとは素晴らしい平野先生その人は平野綾あやまたの名をラキスタのこなたの声優本人をマジでモデルにしていて声も当てられているそれがこの瞬間全体をマジで大空すばる が、平野綾のモノマネをしているのを見て、彼女本人が笑っているというものにしているというね。この複雑な構造を、うまいこと文章化されてますね。で、どこがおかしみで、どういうところがネタなのかね。ズバリ理解されててね、素晴らしいですね。ちなみに、大空スバルっていうのは、大空直美を、これね、調べたら、VTuber で、大空スバルさんっていう方がいらっしゃって、多分そっちの方と混同されたんでしょう。ということは、レオン・ケフラーさんは、あー、VTuber、お好きなんですね、っていうね。 普段ご覧になってるものがこんなところに垣間見えてしまうという。そんなレオン・ケブラさんの個人的な知識が増えた一コメントでしたけど、既に言ったようにこの作品は万人受けはしないと思う。今回以降、毎週このスレッドにコメントするのは私だけであっても驚きはしないだろうねというね <laughs>。非常に、まあ、達観されてるね。素晴らしいですね。器の大きい人だ。ね。まあ、そのぐらいのね、肩に力入れないスタンスで、この作品の成り行きを、海外での成り行きを見守っていきながら、 まあ、面白いところね、コメントしていただけると。まあ、本当に面白いですね、この人は。前々からいいコメントされんなっていうね、面白いなと思ってたレオン・ケブラーさんが、まさか、味方の少ない <laughs>、前説スレイで降臨されてて、一コメンテーターの方にここまで頼もしく感じたのは、なかなかない経験ですね。で、それに関してね、返信の方が、平野綾本人による声、キャラクターの名前は知っていたが、平野が本当に声を当てているとは知らなかった。こいつは見事だなというね。 やっぱり平野先生ってだけでね、なんか思い浮かぶものがあったとしても、わざわざマイアニメリストまで調べに行くとか、他のサイトに調べに行くとか、エンディングのクレディットも日本語ですからね、ちょっと確認するのは億劫ですもんね。なんで、これに関しては、そうかなと思っていても、このレオン・ケブラーさんのコメントで、あ、やっぱりという方は結構いらっしゃいましたね。で、さらにね、あんまりわかんない世界の話で、ただでさえわかりにくいところのある、日本語での会話の多い作品が、さらに、 わかんない世界について、そのわかりにくい日本語で話しているというね、二重に難しい作品なんで、感謝のコメントをされている方は結構いらっしゃいました。誰であれ、他のもっと何がどうなっているのかと、そのニュアンスをつかんだ見方ができている人、ありがとう。私は真剣にマイアニメリストのコメントを読んで、レビュースコアを見て、希望を失っていた。私と一緒ですね。まあ、そういう人多いでしょうしね。まあ、ですけどね、なんで、数少ない。で、強い味方をね、 発見すると嬉しいですね。すべてのジョークが理解できなくても視聴を継続するよ。あと一つ、私は君が作るスティッチが好きで、いつもそれらを見るのを楽しみにしているということを言っておくよという方でね。レオン・ケブラさんね、まあそら長いですしね、毎回特徴的なスティッチってね、もう本当にだからスティッチの人っていうね、認識で広まってるんでしょう。認知度がすごく高くてですね、私はもうお一方ね、あの集計屋さんね、あの方いらっしゃったら無敵なんだ。<laughs> だからそれは言い過ぎだし、どんだけお一人かお二人のコメンテーターに依存してんだっていうね、お前の心強さは、来てくれたらね、さらに心強いんですけど、まあいろんなね、アニメ関係のスレで、一つの仕事というか、なんというか、特徴的なコメント以外の活動をされてるっていうね、コメントに付け加えての活動されてる方は認知されてきてますね。やっぱり私と同様、毎回楽しみにしてて、この作品で君がいてくれてよかったみたいな感じに思われたんでしょうかね。 あとこれちょっと面白いコメントでしたね。主役のデュオの活発さが好きなので、さらに続きを見ていくのが楽しみだと。うん。前向きなコメントですね。ありがたい。気軽なコメディによる CGDCT の作品になりそうだが、一部の視聴者には分かりにくい元ネタが出てきそうだね。ラキスタの、みたいな。ただ、ラキスタレベルで分かりにくいと思われたら、もうこの先希望ないですわ。特に2話ね。もう、うん、そうなんだ、知らなかったわ。のこと多いでしょうからね。2話は特にね。ん <laughs> でこれですね。 ギャグは必要ななだだけ繰り返せば面白くなるんだよ。我々はその理論の実験台になるような予感がしていると。<laughs> まさに今我々を実験台としてその理論の実証性を確かめられようとしているとね繰り返し出てくるんじゃないかっていう面白い面白い。メタ視点ですね。さてそれでね今俺が立ち上がれねば誰がやるという使命感でじゃないとここまでの長文しかも難しいことをただでさえ ご自分で理解されるの自体でも難しいことをさらに全く分かってないウエスタナーのご同輩に説明されるというね、重大かつ困難なことに挑戦されている方がいらっしゃって、まあそんな意識なかったかもしれないですけど、<laughs> ただこのコメントはすごい長さと詳しさと正確さでした。発表されてからずっと楽しみにしていたアニメで、ついに可愛い女の子たちが漫才やお笑いをするアニメだ。そうなんですよ。前説っていうタイトルの意味からまずね、オープニングアクトっていう副題はありますけど、英語版では。 英語のプロモーションでは、前説っていうタイトルそもそも何なのっていうことを説明してくださってますね。前説とは基本、本舞台の前に観客を温めるために行う前座の喜劇やスタンドアップのことで、ねスタンドアップってまず分かんないですからね、漫才とスタンドアップコメディね、よく似てるって、対比とか説明に使われますけど、スタンドアップのことで、メインイベントの前に観客を楽しませるためのハイプマンのようなものだねと、向こうで馴染みのある概念で、 説明さされれたりとかされてますねこれは一般的に低賃金で行われる寸劇で若手もしくは経験の浅い知られていない芸人が本番の演目自体の前座として行う漫才の舞台とかバラエティ番組の収録の前座としてスタジオの観客のために行われることもあるね温めとかないとね本番収録中にシーンだと困りますんで笑う空気を一回ね作っといてから本番に入るとこの業界でまだ足場が 固まっていない立ち上げられたばかりのコメディーデュオ何組かについてのこのアニメのテーマによく合っているということでねそのタイトル前説っていうのは本当にこのまさに出たての芸人ぐらいの子たちの物語にはぴったりのタイトルなんだよということを説明されている見事ですねうんすごいわかりやすいし第1話で早速一発ギャグ <laughs>」や「天丼」など欧米ではあまり馴染みのない日本のお笑いの概念にも多数触れられていたが これは基本的におかしさの効果のために同じジョークを何度も繰り返すものだ。ただ真冬の場合はいつも唐突にぶっこんで始めるので、大なり小なり違っている。吉本興業を参加させているのもまた興味を惹かれる。あの高校生漫才コンビはもし日本最大の芸人事務所に高校生にしてすでに所属して板を踏んでいるのなら、確実に大きな実績を残していると考えられる。これの今後には期待している。これは非常にニシュなもので、文化の違いから確実に欧米では最も評価されない作品の <laughs>。 まあ、控えめのね、言い方されてますよね。ボロクソにけなされる作品とは、言いはばかられて、最も評価されないっていうね。最も評価されない作品の一つになるだろうが、熱心な日本のお笑いファンとしては、この作品を見るのは間違いなく楽しいものになるだろう。これは本質的には、ラキスタなんだ。ラキスタはアニメのメタネタをやりむくる作品である。前説が日本のコメディ、かお笑いのための作品である一方でだ。前者は、オタクやアニメ好きの人には最高で、 後者も同様、漫才やお笑い全般が好きな人や理解のある人には、この番組の方が楽しいと感じられるだろう。ということでね。いやー、長い説明でしたけど、まあ、本当にありがたいし、特にね、この作品のプロモーションとかね、されてる方は、この人に勲章をあげてもいい、アワードを差し上げてもいいぐらい、この作品が少しでも多くの方にご覧いただいて理解していただくための大きな架け橋。 大きいし、頑丈だし、すごい親切設計の橋を架けられてる方がいらっしゃいましたよ。うわぁ、本当に大変でしたね。でもありがとうございます。もう、代わって私がお礼を申し上げたいぐらいですわ。本当にありがたい。なんでね、まあ、その、お笑いっていうちょっと、ガラパゴス諸島の中でも、特に、岩陰に隠れた隠れ家みたいな、日誌なジャンルなんだけど、こんな感じで、埋設というものがあって、みたいな、いうね、ことを解説されてる方がいらっしゃいました。いやぁ、お疲れ様でした、っていう感じですね。 あとですね、その、やっぱりこれも冒頭あたりから、この今ご紹介するコメントの前段ぐらいまでは、ジョークがつまらんっていうね、コメントがあって、うん、それね、っていうところあったんですけど、それに関して的確にまとめられてコメントされてる方がいらっしゃいました。ジョークがつまんないと思われた方は、このコメントを読んでいただければ、そういうことかと、膝を折って納得されるんじゃないかっていうね、まあそれでもね、つまらんもんはつまらんと。あと他にもね、その、このコメントだったかどっかで、 いや、つまんないんだけど、つまんないところが肝で作品の一部なんだよと。真冬のギャグがつまんなかったりするところからじゃないと物語が始まんないんだというコメントに対しては、いや、だからってなんでつまんないコメディを見なきゃいけないんだと。じゃあ、その時間使って面白いコメディを見たいわっていうね、いう方がいらっしゃったり、まあそうなんだけど、そっちから入られちゃったらもう、この作品の意義とか、なんで真冬がやるギャグが滑るのかということね。それがこの作品のなんですけど、まあそれはね、この方が。 まとめてくださってます。ジョークが悪いから、これはいい作品ではないと言っている人たちがいるのが面白いが、そここそが肝なんだと。うん、まさに。お笑い芸人は自分でしか理解できないジョークから始めることがしばしばあるが、ここでは真冬の場合がそうだ。これはシリーズを通して上達に向かっていくことを意味していると。そうなんですよ。いきなりバリバリ面白かったら、もうゴールから始まってんじゃんっていうね。ただ、あと、面白い作中作を作るのは本当に大変なんで、真冬はつまん。<laughs> ま冬はつまんなないいいいというか滑ってるぐらいの方がが無理がない、うん、最初はね多分だけど後半になっていくにつれて会心のネタに徐々に変わっていくのかなーっていう気はしますけどね出てくるのかなっていう気はしますけど分かりませんけどねラッキースタ作者の作品だからというだけではなく漫才の話でもあるのでこの作品を見れるのは嬉しいかつて東方 m 1グランプリを見て漫才と出会い各回をかなり楽しんだものだ みんなこの作品はぜひ一度は試しに見てみてほしい。作画もキャラクターも良質だしね。あとこれ存じ上げなかったですけど、アグポン、アユム、ラブライブ虹次ヶ崎に出られてですね、今期でしたよね。と、大空な美、み、サタニキア、よ <laughs> れてますね。さすがですね。キリハが主役コンビになるというのも嬉しいねと。うーん、アグポンと大空な美。み <laughs>。アグポン、アユムは、あ大空あぐりさんってもう、そうよ 一部ファンの間ではそう呼ばれてるんですかね。アイムファンとかに。ラブライブ虹ヶ崎のファンとかに。わかんないですけど。じゃあ本当に大西あぐりさんの元々のファンでいらっしゃったのか。そうしたら嬉しいでしょうしね。大空さんはみんな好きですからね。<laughs> なぜか知らないですけどね。みんな好きなんですよね。大空さんは。が主役コンビになるというのも嬉しいね。オープニングとエンディングの曲もまた大好きだよと。この方今回はびっくりされましたかね。あれオープニングがエンディングで、エンディングが知らない曲っていうね。まあでもこれが本来の構成なのかなっていう。 感じですけど早く欲しいですね。10月28日ですって。邪神ちゃんの大発表イベントがある日だ。偶然ですけど。えー、あと平野先生ネタですね。先ほどまでのコメントは、これね、サイトによってすっごいね、皆さんのコメントの感じ、格差ありましたね。レディットでは、国評の方と、こういうニッチなガラパゴってるやつがお好きな方とか、お笑いがお好きな方とか、日本の文化全般に詳しい方、興味ある方、日本語に詳しい方とか、まあ、割と、 そっち方面強い方が楽しまれてるコメントと、あったかいコメントと冷淡なコメントで分かれてたりとかしたんですけど、マイアニメリストの方のコメントはですね、そんなに熱くも冷たくもない、まあ、ふんみたいな感じの、そんな、なんか本当に、まあ、見れなくはないかなぐらいの、やっぱ、これは、ある程度ね、レディットとマイアニメリスト、毎期交互に拝見してると思うんですけど、レディットの方は年齢層幅広いですよね。マイアニメリストの方は、やっぱり若いユーザーさんが多いのかなっていうね、 波を聞いてくれてすごいはっきりしましたもんね。そこの温度さ。逆にレディットの方ちょっとおっさん多すぎないかっていうね。50代、60代の方普通にいらっしゃってね。これは堤防でもそうだったんですけど。まあそんなことありましたんでね。格差ありましたけど。なんで、マイアニメリストの方で、あ、このコメント面白いな。ご紹介したいなと思うほどのものはなくて、まあそこそこいいんじゃないみたいな。とりあえず見続けるだけは見続けるよぐらいの、そんぐらいの温度のコメントばっかりでしたね。特にこれといってどこが面白いとか、ここはこうなってんだみたいな。 こちらのレディットの皆さんみたいな、詳しいなみたいなね、ああにおたって感じだなっていうね、コメントも特にありませんでしたし。なんですけど唯一これだけね、この方のこのコメントだけは、マイアニメリストのディスカッションフォーラムの中にあって、唯一この点に触れられてるし、唯一そういうトリビア的なことを取り上げられてるコメントでした。ただこれがね、クレディットを確認して、平野先生の声優が、 声優が平野綾本人であることを知ったのは嬉しい驚きだったというコメントなんですけどこれに誰も反応されてないっていうねこれに反応があれば反応ごとご紹介申し上げたかったんですけどまあしょうがないですねまあそんな感じでしたね全体的にディスカッションを拝見していくとやっぱレディットの方が主な主なというか前向きなコメントのまだ多い場所になるんでしょうね今の点数いくつですかね埋ツマウ埋ツオープニングアクテ5.58う,うーわー 5.6前後。これ前より下がってますよね。前、5.6いくつ言ってましたもんね。下がってしまったか。2話は割とね、まあ1話で、その、お笑い業界に入るぜ、みたいな、入り口に立ってるこの2人は、みたいな話あって、2話でさらに突っ込んだ話あって、作中で本当に作中作としてネタをやるというところに来たのに、点数下がるか。はぁ。これは本当に、まあね、1話の時から、 前評判の時点でだいぶ嫌な予感っていうね感じはありましたけどまあ今後思いやられますけどね本当に我々少数の少数せいでねこの後この作品を見ていくんでしょういやーやっぱり1話の時同様リアクションはまあリアクションはね大丈夫でしょうけどで面白いネタたくさんあるでしょうけどさてディスカッションでまたボロックスを書かれてたりとかリアクションそのものは楽しまれてるとは思いますけどそのコメント欄にまたひどいことを書かれてなきゃいけどなっていうね恐怖が今からありますね で、ディスカッションでまたね、ひたすらつまんないとか、特にね、ネタが始まると、私とかは、おついにこの作品のお笑いを主眼に据えたいい時をしてるなっていうね、の中の本当のお笑いネタ。これは本気の時の出力が試されるんで、いや、勇気いるんだよなっていうね、その見せ場のところなんですけど、そんな風に見てる海外の人いらっしゃらないでしょうからね。単に、さらにその物語じゃなくなったところで、 余計に分かりにくくなって、コメディも相当ロストイントランスレーションしてて、ボロボロに言われてんじゃないかなっていうね、ちょっと怖いものがあります。もしくはもうすでにご覧になってない。最後2話でドロップして、ドロップ直前に定評が爆撃をして去っていかれた方が多いのかなっていうね、無言で去る。結構、レディットではわざわざドロップとは書かれなくて、評論が主眼なんだというね、やっぱ皆さん、ユーザーさん意識があるんでしょう。マイアニメリストでは、 ドロップと書かれて去っていかれる方が多いですが、さてどうなってるでしょうかというね。まあその時点の心配を今からしなきゃいけないっていうね。あと内容ですけどね。うーん、これわかるかなでもすごい濃くて、会話劇としてもで、すごい独特だし、意外とこの辺ベタな、その CGDCT の下りとか、よくある力強さの信頼関係ではあるけど、R 突の二人、もうどんどん間違っていこうと思いますけど、R 突の二人、 でも本当に会話、セリフの一個一個、かなり独創的ですね。この作品じゃないとあんまりいかないんじゃないかなっていうね。まあ元ネタがね、その、セリフが語っているものがすごい独特なんで、これまで聞かれなかった言葉がね、ずらずら出てくるのが面白いか、わけわかんないか、うん、そこでしょうね、ワレンのはね、まず。矢ベ兵衛さん、ぼっきりいかれてないですかね。 あと細かい話ですけど、やっぱりね、これ気にすんの私だけかなって思うんですけど、でもちゃんとこういうところしっかり描写されてるのはマイクロフォンね。38じゃないんだ。やっぱ38高いからかな。38っていくらでしたっけ ?20 万くらいでしたっけまあこういうもんはサウンドハウスなんですよね。あ、13万か。へえ、私が、あ、違うか。これはレビューかなんかで読んでて、昔は20万だったとかの記憶がまだ残ってたかな。13万か。うーん。 まあ確かに普段別に舞台として機能するわけでもないお店に常設しておくには高すぎるマイクかなコンデンサーですしね今回のどっちかわかんないですけどねコンデンサーだとちょっとデシケーターいるでしょうし取り出してセッティング中にあれ音出ないっすわみたいな13万から払ってそれはちょっとねもったいないですしねそんなに使わないものにだからダイナミックマイクなんだろうかちょっとーかなと思ったんですけど なんだろう別に特定の危機はないのかかもしれないですけどね。まあ、それは気にしてるの私ぐらいでしょうけど。まあ、ネタが分かってもらえたかどうかですね。あとは、キャラクターと、その、夢に向かって駆け上がっていく、この成長物語、その心意気とか、どう感じられるかですね。お笑い芸人という特殊な世界に飛び込んでいく、この子たちの、その姿勢とか、頑張り方とか、どう見えるかな。この辺はちょっとね、どう本当に感じられるのか、気になるところですね。その辺ですかね。 リアクションディスカッションを拝見していくにあたって反応大きそうだったりとかこのここの反応ちょっと見どころだなと思われるのはっていうとこですねなんでまたその辺を次回までの間にいろいろと拝見していって何か面白いことがありましたらお話ししようかなと思っているところでございますというとこですかね今回はそんな感じで前説第2話見ていきましたお付き合いいただいた皆さんありがとうございましたまた次回でお会いしたいと思いますそれではまた